いや、そういうのできる人いい。私そもそも一人でご飯食べに行けないから。まあ、女性はね、そういう人多いですよね。ランチは行けるけど、夜一人で飲みに行ったりとかできないんですよね。でもそういうのをなんかちょっとかっこいい年になってきてますよね。いやしっぽり飲むとか。まあでも女の人一人は勇気いるか。だけど本当前も言ったかもしれないけど、やっぱ一人で飲みに行けるブスってモテるんだよね結局。いや、このブスの人どうしてモテるのかなって思うと、前にも聞いてたんですか。僕すごい新鮮でしたけど、前なんか聞いてみると、結構やっぱ一人で飲みに行った場所で知り合って、付き合ってたりとかするのよね。なるほど、運命的な感じるんかもしれないですね。まあ、だって一人で飲みに行くってことはさ、多分話しかけていい人なんだよね多分。そうですね、もしよかったら一緒に飲みませんかって言いやすいですね。一人で本当に喋りたくなければそれこそこういうのつけてるわけじゃん。一、うんうん、人で飲んでて声かけられて怒るような女は一人で飲みに行くべきじゃないじゃん。確かに、そりゃそうだ。しかも店員さんとかと喋ったり、知らない人とコミュニケーションを取るのが好きなタイプの女なわけじゃん。そうそうですね、嫌いではない。そういう人たちってブスでもやっぱコミュニケーション能力が高いわけよ。それはもうブスって確定してるもんなんですか、うん、しかもでも家から近そうとも思いますね、男からすると。確かに ね、私やっぱそれができないんだよね、うん。